ベルガー、ミスラ、俺は何度同じことを繰り返せばいい。我らはこの力で世界を守ってきた。わしら七聖天によってようやく世界は安定した秩序を得るのだ。ああ、これだ。この言いようのない苛立ち、俺は俺の中にあるこの怒りを。悪にあわば悪を砕き、善にあわば善を砕く。今一度言おう。悪くない。我は貴公であり、貴公は我だ。貴様のその怒りも命も我が背負うべきものよ。我が築く世界への礎となれ、アスラ。そう、君の力の源はその身を壊すほどの怒り。怒りを解き放ち、その腕で全て滅するんだ。そうだ、もっと怒りを。お父様。俺はまた失うのか。素晴らしい力だよ、アスラ。何も守れぬ力だ。さあ、その力で世界を救いたまえ。この力で世界を救いたと。負けるな。これ以上、奪うことは許さぬ。
しろ。どけ。貴様何をしている。貴様には関係のないこと。なんだと。貴様の相手をしている暇はない。青二歳が二人も揃いおったか。であるか理解できぬ者どもよ。その矮小な力が何の役にも立たぬものだということを思い知るがいい。デウス、高みにだけ立っていては足元が見えぬ。我らの足元にはまだ見ぬ新たな光があるやもしれぬ。俺には難しいことは分からん。世界の救い方など見当もつかん。俺に分かるな。もうミスラを助けりゃこの地獄が終わるってことだろうが。アスラ、おお、人の魂をマントラに変えて世界を救うだと。そんなことでしか救えない世界だ。そんなクソったらな大義など、そんなクソったれな理由でミスラを泣かせる者などぶっ壊して。デーゼ、ミスラを返してもらうぞ。Yeah.
私が人類を敵としその魂を食らって、なるほど、その力、その怒り、なかなかのもの。だが足りぬ、届かぬ。それでも奴には勝てぬのだ。我らを滅ぼさんとする星の意志と戦うには、神をも超える力を持たねばならぬ。見よ、これがその力よ。出かければいいとでも。初めて貴様と同じことを考えたぞ。貴様と慣れ合う気はない。当たり前だ。しかしデウス、それがあなたの結論か。だがそれは、この子に及んで何をグダグダと。まさか貴様、あれだけ的がでかければ殴り損なう心配はない。前しか見えぬか。よかろう。何を勝手に乗っている。お前との決着は後にしてやる。さっさと飛ばせ。振り落とされるなよ。行かせ。
だ。デウス、神国トラストリムにおける武の象徴であった八神将筆頭、そして現在神々を統べる七聖剣の頭目、遥か古よりこの星を守護してきた男を超える時が来た。